昔の話だけど、友達と4人で喫茶店に入った時、そこのメニューに名物と書いてあったジャンボパフェを丸乗りして注文することになった。しばらくして運ばれてくる高さ50センチくらいのパフェ。アイスもフルーツもクリームもてんこ盛りな上に、線香花火みたいな花火もついて店内で目立つ目立つ。厨房から出てきた瞬間から一気にお客さんたちの視線が集中したんだけど、その中に観光客らしき外国人のお兄さん4人組の姿があった。わーおわーお、全員こんな顔でこっち見てたんで、ああ珍しいんだろうなと思いながら置かれたパフェを取り分けて食べてたら、その横をもう一つジャンボパフェが運ばれていく。誰が注文したのかと思って見てたら、外国人4人組のテーブルに置かれた。屈辱な顔で待っていたお兄さんたち、パフェが来ると、うひょう、イエーイと盛り上がって、早速すごい勢いでがっついてた。先にこっちが食べ終わったんで最後まで食べられたのかわからないけど、こっちの席まで聞こえる会話でジャパン聞き取れないクールとか言ってたから、楽しんでくれてたのかな。1時間ほど前の出来事。バス停でバス待ちながらうまい棒で空腹を満たしていると、それ何ですかと突然声をかけられた。振り返ると白人女性がいたので、思いっきりジャパニーズイングリッシュで This is うまい棒、うまいぽ、ああ通じなかったか、デリシャスバー、おお、デリシャス、イエース、デリシャスバーイズベリーベリーチープバット、ジャパニーズボーイズアンドガールズソウルフード、おお知りませんでした。そこで俺は颯爽とカバンからうまい棒明太味を取り出し、プリーズ、いいですか、いいんですか、オーケーオーケー、レッツイート、うまい棒を手に取り、パッケージをしげしげと眺めた後にパッケージを指さし、ドラえもん、ノーうまえもん、うまえもん、イエース、ドラえもんズブラザー、ブラザー、リアリー、メイビー、おうこのジャップしょうがねえが、袋をバリバリ破り、うまい棒にかぶりつく女性、しばらく食べ、おいしい、どこで売ってますか、コンビニと近くのファミマを指さすと、サンクスと言って走ってった。無事買えたかなと思ってるとバスが来たんで乗った。走り行く車内からさっきのファミマが見えた。店員がカゴいっぱいのデリシャスバーを袋に詰めてた。わざわざバックヤードから出したのか、何本買ったんだろう。うちの近所に安くてうまい個人のパン屋があるんだが、今日行ったらそこに欧米人夫婦がいた。トレーとパンバサミ持って順番に流れてパン選んでくシステムの意味がわかんなそうで、隅っこでおたおたしてたんで、俺があえて人柱になってトレーとハサミ持って列の最後尾に並んでみたんだよ。そしたら容量把握知ったらしくて、俺の真似してパン物色し始めたんだが、メタボな夫の方がアンパン見たく、外見から中身が想像できないパンを重っきし手で割り上がるんだ。でもってアンパン内部の黒い豆かを炭で陳列棚に戻す。クリームパンでもやりやがった。ちょっと待て、いいと思ったが英語力皆無の俺、仕方ねえからそいつが棚に戻したぶった切りパン、俺がしぶしぶ自分のトレー乗せたんだよ。したらハリーポッターに出てきそうな魔女風鍵花した奥さんがようやく俺に気づいて、どうもすみませんと不器用なお辞儀込みの謝罪。旦那の方は我関せずで、あれこれトレーの狭くってさっさと自分だけパン買いまくって店の外でもりもり食い出した。んで英語で何事か、フグユト654以上 WFD セ PG AP って絶叫して店ん中戻ってきて、まだ列並んでた奥さんのトレーに陳列棚に残ってたアップルクリームパイありったけ乗っけやがった。どうやらよっぽどお気に召したらしいが、糖尿に気をつけろよ。あちらの方って日本のあんことかどう思ってるんでしょう。ちょい気になりまして。食い物ネタですか。よろしいならば語りましょう。
実は俺、某パーティーに大福を持ち込んだことがあります。たまたま日本への一時帰国から戻ってすぐにパーティーがあったためですが、その時差し入れということで先に奥様方に渡した際に、砂糖漬けの大豆なんて食えるわけありませんことよ、 OMG アンビリーバボー、最初は完全無欠の下手者扱いでした。でも一度食べると絶賛の嵐というか、あっという間に消えていく大福たち。結果男性陣には一個たりとも回ることなく、俺の差し入れそのものがなかったことにされました。おかげで新しい奥様ルートができたわけですが、後に個人輸入できるルートを教えるとえらく感謝されました。一般論で言えば、やはり豆を砂糖で煮詰めるという発想はかなり意外みたいです。もともと豆はダメという人もいるので、食わず嫌いなままの人も結構いますが、甘いものが大好きな人には総じて好評だったと記憶しています。また粒こし、戦争に国境はありません。これはガチ。俺はこしあん派ですが、奥様の影響で粒あん派になった。ボーロードとチェスをしながら議論したこともあります。大学の英語の講師、独系米人は常に授業に緑茶のペットボトル持参、以外すべて違約。君たちはハリウッド女優とかが米人の代表的なイメージだろうけど、ニューヨークとか行ったらびっくりするよ。もうね、ミーンな横にでかいからみんなメタボ。その一番の原因は肉とかポテトじゃないんだ。なんだと思う？そう、コーラ。もうあれね、ただの濃い砂糖水だから。カロリー半端ないよね。それを水みたいにガバガバ飲んでりゃそりゃ太るわ。もう麻薬より立ち悪いよ。僕は緑茶がヘルシーで好きだよ。ちなみに彼は欧米何カ国かに住んできたけど、日本が一番気に入ったらしい。生徒、どんなタイプの女性が好きですか？米、日本の女性大好き。実は奥さん日本人なんだ。テレテルテレテル、かっこ笑い。ちなみに先生もメタボ。医療系の大学だから、その先生の授業は健康についての文章を読んでいくんだが、ビールがチョコレートよりカロリーが高いって文を読んだ時に、ビールってそんなにカロリー高いんだね、じゃあ夜ビールとチョコレートを食べるのが大好きな僕はどうしたらいいんだ、しょぼーん、せめてどっちかやめようや。